231系線バンダイナハ T1 編成が性能確認試運転を行いました。JR 東日本は、今日13日、東海道貨物線において、E131 系線バンダイナハ T1 編成の性能確認試運転を行いました。E131 系線バンダイは、JR 鶴見線に導入される新型車両です。直接新型車両が導入されるのは、国鉄民営化後初めてとなります。3両編成8本を導入して、205系線100番台を置き換えます。この第1編成目となる那覇 T1 編成は、今月2日に J トレックニーツを出場し、5日に神津車両センターまで配給輸送されています。そして、今日13日から性能確認試運転が始まりました。配給輸送後では、初の本線自走となります。試運転では、東海道貨物線の神津から茅ヶ崎間を3往復しました。JR 東日本は、鶴見線 E131 系について、今年冬の営業運転開始を予定しているとしています。これで、10月13日の KAB ニュースを終わります。